今年、岡山の女子高校生2人がアマチュアの日本一、そして世界一に輝きました。ゴルフってメンタリティがすごく影響するゲームだと思うので、やっぱり賢い、勉強ができる賢さじゃなしに、自分を制御したり自分を律したり、ゴルフをゲームを組み立てていくっていう力は、渋野も尾関もしっかり身につけてたと思います。スイング、同じスイングができるように意識してます。アマチュアの大会では本当に一番大きい試合なので、誰もが欲しいタイトルだと思うので、すごく嬉しかったです。渋野選手の母校作陽高校の後輩はアマチュア日本一に輝きました。もちろん、いろいろ最近始めたばかりですけど。今おいくつなんですか？84。祖父は現役のゴルフ講師です。まあ3歳自分から見て連れてここで、物心がついた頃にはゴルフクラブを握っていたといいます。自分があんまり記憶ないぐらいからもうなんかゴルフしてるんで、だから結構ちっちゃい頃からもうゴルフ始めてたんで、でもなんか動画とか見たら、おじいちゃんがコース連れてってくれてる動画とかが見て、なんかなんかよく連れてってもらってたんだって思います。孫としては自慢やけどね。で、私の夢の一つです。夢って何ですか？プロにする。ありがとうございます。30番引いてくれてありがとう。会えなかったけど。全然大泉にパッて引いて。ありがとう。今年受ける。11月。続いてもらって。11月のプロテストに挑戦します。まあ、厳しい世界っていうのはもう本当に分かるんですけど、やっぱプロになれるっていう自信がやっぱちょっとあるんで、心のどこかでやっぱ頑張ればいけるって思います。大好きなゴルフ、家族と見る夢が日本一にしました。自分一人じゃないんだなっていうのはすごい思いましたし、なんかこんなにもいろんな方が応援してくれてるっていうのがちょっとびっくりで、なんかまあもっと頑張ろうっていうのも思いました。プレッシャーにならないですか？あ、ならないです。全然嬉しいです。日本女子アマで勝つって本当にすごいことなので、やっぱ自分も何回か出て打ちのめされた試合ではあったので、そこで日本一になれるっていう実力があるのは本当にすごいですし、妹のように思っていた後輩が追いかけてきます。そうだな、アミューちゃんも小学生からずっとやってきてたから、同じ試合にも出てましたし、アミューちゃんのお姉ちゃんが同い年だったので、その喋ることも多かったんですけど、岡山県の同学年にはアマチュア世界一になった選手まで現れました。今日は翼のショートコースデビューの日です。最初は全然そんなプロなんてって思って、本当に家族でみんなでゴルフができたらいいかなみたいな軽い感じでした。翼どうですか今日は？暑い。緊張してますか？
緊張してますか？楽しみですか？不安でいっぱいですか？こっち向いてください。え、頑張るねって。頑張るよ。はい、恥ずかしがってます。半分以上は強制だったのかなと思います。やればどんどん強くなっていく、吸収していくっていう姿を見る中で、やっぱりかけれるものがあったんだなというのは感じますね。もう可能性しかないですね、はい。梶谷選手も家族とゴルフに打ち込んできました。勉強も全然できないので、本当ゴルフをなくしたら何もできなくなるっていうのもまああるんですけど、まあでもやっぱりお父さんお母さんがいなかったら車も運転できないし、お金持ってないから、まあ、まずゴルフできない。正直あの裕福な家庭でもないですし、もうキツキツの中でやっぱりこうやって頑張れたっていうのは、やっぱり逆に翼に支えられてたっていうのはこっちは思うところがあるので。もしダメだったらとか、やっぱり付きまとってくると思うんですね。でもそればっかり考えててももう仕方ないので、もうここまでそれでずっとちっちゃい頃からやり通してきたので、もうその時が来て笑ってるか泣いてるか。アマチュア世界一になった彼女は海外のツアーの出場権を得て世界を肌で感じています。揺るぎない自我を感じさせます。誰かに勝ちたいっていうよりはそのコースに勝ちたいって思ってやってるし、だから誰かに勝ちたいっていうよりはそのコースに勝ちたいって思ってやってるし、だからなんだろう、選手を見てスコア、優勝スコアを予想したり何アンダー出そうとか思ってないので、だからもうコースを見てなんだろう、何アンダー出してこれで勝てなければもうその選手がもう強かったっていうだけで、次はもっとアンダー出せるよう頑張ろうって思うっていう感じなんです、はい。日本の女子ゴルフはすぐ世代交代をしてしまう感じになってきてはいるんですけど、まあ、後輩たち自分より年下の子が頑張ることによって自分ももっと頑張らなきゃとも思いますし、もっとちっちゃい子、今の小学生だったり中学生高校生のジュニアの子たちが、まあ、プロになって、女子プロゴルフ界に入ってきたとしても自分がなんか目標にしてもらえるような選手になれるような位置で戦えてたらなと思いますね。渋野選手自身が若い力の強さを知っています。ゴルフは精神力や運に左右される競技、勝ち続けられる選手などいません。努力はみんなしてるんですよ。でもメンタリティの問題とかその日の体調とかによってスコアが全然違うもんですから、やっぱりね、僕ほんまに渋野がメジャー優勝した時、まあこれから大変になったなこの子って一番に思いました、はあ、メジャーチャンピオンになったんだから全ての試合優勝するだろうっていう目で知らない人は見られるでしょうから、大変なプレッシャーの中で戦ってるんで。教え子に心からの言葉をかけました。
少し成績が出なくて本人も落ち込んでる時期だろうと思うんですけども、それも激励することもないですけども、やっぱりね自分のペースで、はい、楽しんでゴルフしてほしい、はい、そうしたら逆に成績もついてくるんじゃないかなと思います、うん。ゴルフを楽しむ、何度も耳にした言葉でした。 RSK イブニングニュースは平日午後6時15分から放送中です。チャンネル登録はこちら。動画はほぼ毎日更新しています。県外海外の方はこちらから動画ご覧ください。登録待ってます。